はいどうも、素朴な甘さが癖になるあずきがむゲーム実況チャンネルでございます。ということでね、本日も信長の野望大使 with パワーアップキットやっていくわけでございますけども、いや前回はね、長塚部家で無事に天下統一を果たしたわけなんですけども、長塚部家の前は毛利家という形でいつもね、西日本ばっかりやってたんですよ。で、まぁ、今回は東日本使いたいなということで、まぁ、東日本のね、家を使ってやっていこうかなと思います。そしてね、今回遊ぶシナリオなんですけども、まぁ、川中島の合戦、こちらのね、シナリオで遊んでいきたいと思います。ちなみになんですけども、シナリオの設定の方は超級設定となっております。そしてまぁ、今回遊ぶ家なんだけど、まぁ、川中島のイベントだったら、まぁ、武田か上杉という形なんだけど、まぁ、実はね、武田って、初級でね、一応武田で遊んでる時があって、その時のイベントが確か川中島。もうだいぶ前だよね。なんで、まあ今回は上杉家、こっちを使って遊んでいきたいと思います。まあ基本的には上杉家の方が難易度は高いのかな。まあ国力1位ってなってるけど、敵がね、江孫春、三国同盟なんで、やはり強大といった形ですね。まあ早速やっていきましょう。ということで、影虎様、まずはこの地図をご覧ください。詳しく知りたい大名を選ぶことで、その者の思惑を知ることができます。武士たちは皆、志を抱き、乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。影虎様の志特性をご覧ください。ということで、こちらが影虎の志。一つ目、毘沙門天。上杉謙信は自らを毘沙門天の化身であると称したとも言われています。その天才的な軍略はまさに神がかり的で、周囲の人にもそれを信じさせる説得力がありました。戦場のカリスマとして彼が現れると味方は勇気づけられ、敵はおじけづきます。ということで、毘沙門天の化身、大名自らが出陣すると舞台の士気が上がる。まあこれは強いんじゃない。そしてもう一個、軍神。大名部隊改装時に一度だけ士気が全回復し、戦況が悪化しない。まあ、これもね、使いやすい能力じゃないかな。そして遠征。行軍時の兵糧消費が減る。めっちゃこれ強いけど、条件が厳しいね。決戦に10回以上勝利するってことで、めっちゃ決戦しないといけない。ほんと大変だな、この遠征ってやつは。そして、神に頼るは人の差が。大名自らが出陣しないと、舞台の士気が下がるということで、まあ、なんか、もう上杉家に関しては、上杉謙信が、まあ、出陣してるかしてないかっていうので、だいぶ強さが変わっちゃうね。この感じ見ると。そしてもう一個。天下正室、正しい道を歩むこと、筋を通すことにこだわる、上杉謙信は既存の秩序である幕府への義理立てを重んじていました。誰もが思うままに欲を満たそうとする乱世において、彼だけは行動の規範を求め作り出そうとしていました。ということで、敵に塩を送る、両替証券の金銭収入が増えるということなんで、まあこれはね、いろいろ同盟とか増やしてって通商を結んでね、やっていけばいいんじゃないかな。そして古き世の守護者、役職を保有している時に宣戦すると多勢力が加勢しやすくなるということで、まあこれは現状関係ないのかな？役職保有してんのかな？もしかしたら関東関連かもしんないね。そして、救世主。多勢力が従属に応じやすくなる。ということでね、まあ、これは、なんか、微妙な能力ではあるよね。別に、火星は同盟結んでたら知ってくれるし、まあ、従属してくれるような勢力はぶっちゃけ戦って倒せるんで、あんまり強くないよね。そして、弱きを助け、強きをくじく。敵勢力が自勢力より小さいと決戦に勝利しても戦意が上がりにくい。まあ、これはどっちにしろ、まあ、戦意はね、戦って上がるものなんで、まあ、別にその戦意が上がりにくかったとしても別に問題はないよね。基本的に戦意マックスの状態からスタートして負けると下がるんでしょ。なんでまあこれはデメリットとしては、まあ、そんなに、もはやデメリットでもないといった感じだよね。ただ、他の能力も微妙だから、まあ、これは、均衡が取れてる志かなと思いますね。そして影虎様の義は我らの義。我らはただ影虎様が振る正義の刃となるのみにございます。ということでね、斎藤智信がうちを応援してくれてるね。そして、まあ、いつものことなんですけど、まずは委任から。基本的には商業、農業、回収、配属、歩兵、こちらはね全部委任していきたいと思います。そして、開発の方なんですけども、これもね、
まあ、毎度のごとくおなじみですね。貯水池、漁村、商人町、巡検所、火事村、牧場、まあ、この6つをね、立てさせたいと思います。でだ、まあ、いろいろできることはあるんだけど、基本的にね、これめちゃくちゃ動画撮り直してていやー、なんかね、イベント達成が難しいんだよね。で、まあ、それは未来予測的に巡検所を建てといた方が良さそうっていうのはあるんで、巡検所だけ建てとこうかなと思ったけど、もう巡検所ここに立ってんだよね。まあ、もうちょい建ててもいいかなということで、巡検所を建てたい。まあ、謙信に建てさせようかな。まあ、こんなもんじゃないか。そして歩兵なんだけど、やはり、まあ、仮想敵が高孫春三国同盟で、特にね、北条家か、北条家が敵になることが、まあ、大体分かってるんで、兵がものすごい重要なんで、急いで兵数3000ぐらいもね、どの城も入れたいと思います。はい、ということで、まあ、北条とか、まあ、武田戦に使うであろう城のね、人数は3000ほどにしときました。まあさすがに北方の4つの城はいらんかなということで、これはまあ一旦放置だね。よいしょ。そして次はね、同盟関係なんだけど、まあ基本的には上杉家も関東の諸侯とは同盟結んでるんですけど、まだまだ同盟結べるところ多いんで、まあこいつらとは同盟結んどきましょう。同盟あるだけでね、まあ米の収入も増えるわけだし、悪いことではないはずだ。よいしょよいしょ。承知いたしました。まあ、従属勧告もできるんでね、最終的には。そういった意味でも強いのかなといった感じ。神保。神保家はね、かしこまりました。従属してくれそうだしね。そして、アシナ。まあ、アシナにもやっとこうかな。あんまり、承知いたしました。あんまり強い感じはしないんだけど、まあ、一応ね。承知いたしました。伊達、まあ承知した。どうせ戦うのはだいぶ先なんでね。かしこまりました。最上ともやっとこうかな。一応あんまり弱い家とやってもしゃあないとは思うけど、国力が増えそうな家、まあこんなもんでしょう。親善一応やっときます。で、あとはまあひたすら待機だね。現状動けないんで、兵数が少なすぎて。全然城にさ、人が入ってないんだよ、上杉家。なんで、まあ、しばらく待機します。まあ、少しずつでも増えてくれればね、戦えもするんで、それまで待ちだね。そして、イベント、桶狭間の戦い。織田家を掌握した織田信長は、尾張統一を目指して兵を動かした。狙いは、長年にわたり、尾張と織田家に圧力を加え続けてきた今川家の拠点、鳴海城であった。鳴海を囲め、さすれば必ずや義元は姿を見せる。これに対して義元は尾張制圧を決断。信長との決戦を見越して、駿河、東近江、三河から大病を集めて出陣した。ふふ、うつけ殿よりお誘いだ。楽しませてもらうとしようか。三河の松平元康を先鋒とした今川軍は、織田家の砦を次々と攻め落とし、今川方諸城への包囲を解いていった。尾張制圧は順調。今川の大病に織田家はなすすべがない。誰もがそう思い始めたその時であった。諏訪、かかれ。天が味方したか、あるいは信長の狙い通りか。火兵で出撃した信長の本隊が桶狭間にて今川義元の本陣を発見。すぐさま激しい攻撃を開始した。ふふ、これが、こんなものが私の最後とはな。この奇襲により今川義元は討ち死に、今川軍は崩壊し進軍を停止した。街道一の弓取り今川義元の死は、織田信長を戦国乱世の表舞台に押し上げただけでなく、高孫春三国同盟とこれに敵対する長尾家の動向、三河における織田松平今川の関係など、さまざまな地域人物に大きな影響を与えていくのである。
ということで、桶狭間イベント、そして松平家独立、今川義元桶狭間に散る、その知らせは今川帰化の一軍として兵を進める松平元康にも伝わった。義元様が信長殿に討たれた、母、まさか偽りであろう、いえ、どうやら誠のようにて。水野信元狭山よりも知らせが、そして母上様からも。母上からも？はい、これはもう偽りはありえませぬ。一刻も早く退きましょう。ここはまず大樹寺へ。うむ。元康はわずかな家臣と共に松平家の菩提寺である大樹寺に逃げ込んだ。ここまで来れば安心でしょう。命拾いしましたな。拙者は辺りを見てまいります。拾ってどうする。わしに残されたのはこのわずかな手勢のみ。これで何ができる。遠からず今川か織田にでも攻め潰されよう。いっそここで腹でも切ってくれようか。落ち着かれよ元康様。これは常人様。元康様、無駄に命を捨てることなりませぬ。今ここにあなた様しかできぬことが生まれたのでございますから。わしにしかできぬこと？さよう、あなた様は松平家の当主。義元様が落命されたことにより松平家は今川家の蔵屋より逃れるでしょう。今こそ元康様は井川の衆を率い、この乱世に正室をもたらすべきにございます。そのような大それたことはわしにはできぬ。大それたことでよいのです。今の元康様は道に迷うておられる。迷うた折は遠くを見るのです。さすれば迷いを断ち切り歩めるでしょう。遠くを、帰り江戸石球浄土かな、多分読み方。元康様が乱世の汚れを払い、この世を浄土のごとく休んじる日、今から楽しみでございますな。と、殿、良き知らせにございますぞ。岡崎の城が空いております。義元が死んだと聞き、今川の兵どもは駿河へ逃げ去ったようにございます。岡崎が、ご運が明けましたな。今こそ岡崎へと戻りましょうぞ。うむ、そうだな、岡崎へと帰ろう。岡崎城へと戻った元康は、今川家からの独立を果たし、戦国大名松平家の当主として乱世へと乗り出していく。帰り江戸石球浄土、東洋上人のこの教えは元康の旗印となり、松平軍あるところに必ずその旗がたなびくようになるのであった。ということで、さらにイベントだね。北条征伐、越後春日山城、桶狭間の戦いにおける今川義元の死は、遠くここ越後にも影響を及ぼしていた。義元が死したか。はい、公孫瞬三国同盟の命にひびが入りましたな。今こそ好機にございます。駿河、三河、東近江の三国を抑えていた名将今川義元の影響力は大きく、長尾家も武田家との争いを停戦させられるなど無視できないものがあった。後を継ぐ氏政は無力。まずは武田を叩き、天下に我らの義を示すか。恐れながら申し上げます、武田を討つことより、まずは関東管領上杉憲政様の求めに応じ、関東に兵を向けるのが先かと存じます。ほう、村上殿の丘陵信濃の奪還よりもそちらが先と申されるか。いかにも、それが我ら長尾家の義にございましょう。見事その村上殿の義心、いずれこの影虎が真をもって答えよう。では皆の者、聞いての通りだ。これより我らは関東に兵を向ける。義の刃を持って奸賊北条氏康が首をはね、関東管領のもと、かの地の乱れを正さん。影虎様、
我らが義の刃に乗りまさ様は何をもって報いていただけますかな。ふっ、さすがは信友、気になるか。おそらくは何時が思う通りのもの。それはそれは、期待してよろしゅうございますかな。我ら長尾は利を求めはせぬ、されど真をもって動くのであれば相応の報いがあることこそ正しき道。さよう、光明盛大、これこそ我らが道。正しき道には正しき報いがございます。こうして長尾景虎は関東管領上杉憲政を擁して関東遠征を行う意を天下に示した。北条家の軍事的圧力を恐れる関東の諸侯はこの遠征を歓迎。後に関東幕中門と呼ばれる多くの大名たちが景虎の義の旗のもとに集うのであった。おー、よいぞよいぞ。そして景虎様、当家に使いたいという浪人が名乗りを上げておりますということで、加藤団蔵ってやつが使えてくれるみたいなんで登用しましょう。で、イベントが発生しましたね。長尾景虎、玉縄城を制圧するということで、これは一気に玉縄城に行けってことなのか。でも少なくともさ、川越か、川越城ないと取りに行く気にはならないんだけど、どうしようか。お米的には現在3万あるし、5月だから9月になればまた2万入るから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、圧倒的に兵数が足りてないような気もするんだよね。でもイベントで言われちゃったら仕方ないか。やってみるだけやってみる。でも北条の方が多分兵出てくるよな、これどう見たってさ、兵多いもんね。もうちょい待とうか。現状だと動けないし、そうだね、同盟結び終わってからぐらいでもいいかもしれんな。せめてちょっともうちょい、今はその気じゃないような気もするんで、もうちょい、もうちょいだけ待ちます。もうちょいだけ待ちますって言ってもしばらく待ちます。まあ兵は続々と集まってるね。そして清須同盟、桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にしたことは、長く心中の日々を強いられてきた松平家にとっては千載一遇の好機であった。その好機を逃さず、地祖伝来の地三河岡崎城で独立した松平元康ではあったが、東近江駿河に未だ健在の今川家と義元を破り勢いに乗る尾張の織田家を同時に相手にする力はなかった。待ちわびたぞ竹千代。信長様、ご挨拶が遅れましたことお詫びいたします。まったくだな、なぜすぐに俺のもとに駆け込んでこなかった。聞けば義元が討ち死にせし折には腹を切ろうとしたそうではないか。それは義元に任された城もすぐには明け渡さなかったと聞いたぞ。それほど義元を好いておったか。いえ、そのようなことは、信長様は何もかもお見通しにございますな。まだまだ見通しておるぞ。貴様がそのような小芝居をすることで天下に己が偽証たることを示そうとしておるということもな。母、おたわむれを。よい、貴様のそういうところを俺は買っておるのだ竹千代。次の、俺の次の天下人、貴様やもしれぬな。天下？そう、天下だ。俺が天下人たるその日まで貴様には俺の背を守ってもらうぞ。それでは名役の方は、はお任せくだされ。ふふ、宇治政に足を救われるなよ。もっとも、それほどの役立たずならすぐに三河も俺のものにするがな。はい、必ずやご期待に応えてみせましょう。どこまでも正直な男だ。されどそれが、そのせいこそが貴様の恐るべき才よ。ここに結ばれた織田信長と松平元康の盟約は、後に清須同盟と呼ばれる婚姻同盟へと発展する。元康はその誠実さをもって、愚直なまでに信長への協力を惜しまず、信長もまたそれに応え続けるのであった。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画
ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。